会長から。それではお待たせしました。ただいまから第38回定例議員総会を開催いたします。本日はこの方のご案内が幹事長です。今日ですね、新たに中島衆議院議員が国民新党に入党の今日は総会で決定をしていただきたいというふうに思っておりますから、よろしくお願いしたいと思います。代表の方からそれでよろしいかと思います。はい、結構です。じゃあ皆さんの了解とそれ取ってんでしょう。はい、取ります。はい、じゃあそれでは正式に中島君の国民新党に入党を決めたいと思いますから、ありがとうございます。なかなかナイスガイだろ、ねえ。それじゃ今から記者会見やる、はい、ちょっと話して、はい、じゃあただいまから始めたいと思います。まず安倍代表のご挨拶をお願いします。議員の皆さん、今日それぞれどうにもならない予定があって出席が少ないようですが、もともと少ないとこだけども今日こうして、中島君という新州気鋭の議員が国民新党の理念政策に、調名をして、入党をこうしていただきました。今日本は前から申し上げているようにアメリカ大陸と中国大陸の狭間でこの日本列島沈没しかねないそんな状況になっておるときに、この日本列島に大きな地殻変動を起こして日本を救っていく、その原動力として中島に全力を挙げて頑張っていただきたいと思います。ちょっと頑張っていく。政治もいよいよ今から、震災、復興への取り組みだけじゃなくて、世界がご承知のように何度も私申し上げますが、文明の反逆を受けておるそういう状況の中で、世界のリーダーであるアメリカのオバマ大統領もそういう中で世界を救うリーダーシップが取れない、そういう状況で推移をし、ヨーロッパの状況から含めて大変な状況に今なっておるのは、国民新党がずっと指摘しておるところであり、また盟友の新党日本も同じような立場で政治に取り組んでおるわけでありますが、そういう意味では予断を許さない、どうぞ、本当に予断を許さない状況になっております。こんな時にね、皆さんもご承知のようにTPP という、とにかく第一産品の輸出にほとんど頼ってある工業製品の輸入、またあるいは金融貿易で立国をしている、比較的ちっちゃな国のそうしたルールにもう加わっていくというような、そう TPP と称するお化けですね。なんか前原政調会長が何とか言ってたけど、 TPP というお化けが日本を横行しだしたんですね。あっという間でしょう、これもね。勝手思い出しますよ、私も小泉総理の時に改革、使用原理、使用主義、日本を救う原理だということで日本を覆い始めましたね。
それを今思い出すしておるわけでありますけれども、アメリカが準備会議を主導してこれへの道筋をつけようとしておるわけであります。誰が考えたと分からないし、オバマ大統領の聞いてみりゃ分からないし、そういうね国柄の違う国といろんな仕事をして生活をしている大きな国家が単一のルールで国対国の関係を処していくことができないなんていうのはね、こんなことをもう子供が考えても分かる話であって、残念ながらアメリカは現在の TPP のそういうルールそのものに従っていこうというんじゃなくてね、これへの準備会議を通じてアメリカの世界政策というか、まあアジアにおける経済政策、これを自国に有利にしていくための一つの方便として、まあ簡単に言うと二国間におけるアメリカ側の協定を有利に推進をしていくための装いとしてこれを使っていることはもう明白ですね。韓国とのエフタが協定結ばれたということで、これも日本の側のマスコミなんていうのは本当アホだから、それ自身が TPP と同じかのごとくそういう宣伝をしまくっています。二国間協定であって、これはね多国間での TPP の協定とも全くこれ違う話な、ね、韓国とネフタが成立したからこれもやらないと、ね、バスに乗り遅れなんてね馬鹿げた言葉だけが遊んでる、そういうお化けが今日本を横行してしまっている状況は皆さん方もうご承知の通りだと思います。まあこれについてまあ言うと連立を組んでいる民主党のにおいてもですね、今真剣な議論もなされておるわけで、ありますが、また政府との間の協議も連立を組んでいる党との間でもうなされていくわけでありますが、あるいは政府内においてもそれはなされていくわけでありますが、我が党はきっちりと国家の運命に責任を持つ立場から今後ともきっちりとした主張をしていかなければならないと思います。まあ阿久さん頑張ってよ、ね、綺麗なお尻をたまにはねカラッとまくってもうとにかくね、うん、頑張ってもらいたい。本当は正念場に私は あるとこのように思います。二国間でお互いに譲り合ってながら共通の利益を探っていくと当たり前の話です。こんなことは自由貿易を広げていくというのは当たり前の地球は一つなんです。そのことともう繰り返しになるから申し上げませんが、TPP に対して中身もわからないくせ各社の経済部の記者は分かってるんですか中身をね。経過から言ったって TPP がパッと菅総理が言われた時に各社なんかどうにかでも知らない中身を、ね、そういう中であっという間にこれをやらなければ逆に国が滅びるがごときね言説が横行している。そういう意味ではね私は今大変な時期に遭遇しておると思います。我々自身しっかりと奮闘しも教え直してね頑張らないかんと思います。我々何も郵政改革だけが国民新党のこれが
党是であり方針でありません。我が国の文化伝統を良き文化伝統を守りながら日本の発展を期していくという、そのための政策を実現をしていくというのが国民主義党の立場であります。その原点を我々はしっかりと踏まえて今後の政治に対応していかなければなりません。まあ郵政法案は皆さん方も大変な努力をそれぞれにしていただいた結果、また郵政事業が今ガタガタになってしまっておると、もう毛細血管と思いべき神経と思いべきものがズタズタになっている現実が、この郵政小泉改革に賛成をした野党もこの現実から目をそらすわけにはいかない、そういう今状況になっておりますので、我々は民主党が3分の2を使って約束通りの成立を期すということをもうしない以上は、野党との修正協議にこれをきっちりと応じて、そうして良き改革を目指して我々は今後対応していきたいと思っておりますが、そういう意味ではこの臨時国会においてこの郵政法案は必ず我々としては成立をさせると、またするとこのように思っておるわけでもあります。まあ本当に大変な時ですね。原発も、まあ利用停止年内というような見通しを立てておりますけど、なかなか容易なことではありませんね。総理も何度も現地に足を運ばれて、被災者の方々、そういう方々の気持ちを直接汲み上げる一生懸命努力をしておられますし、この内閣としてもそういう努力をしておると思いますが、残念ながらまだ時計がどんどんと前に進んでおるという状況ではないですね。もう総理は同情だなんて言ってる時じゃないですね。上り流となってこの状況で思い切って変えてちゃんとした方向に引っ張っていくということをおやりなければなりません。まあそうした中でね、今朝新聞も見まして、皆さん方も同感だと思うんです。平野復興大臣ね、もう一生懸命頑張ってますよ、もうこの復興大臣が自分の友が命を失ったことに対して万感の思いを込めてああいう言い方をしたことに対して、何ですか今のマスコミは、ああいう取り上げ方しかできない、マスコミの使命は上げ足取りなんですか。真摯に対応している政治家の姿を正確に信用を含めて国民に伝えるのがマスコミの私の責任じゃないかと、まあ野党の一部でなんだかんだ言っておりますけどね、本当にひどい私は日本になったと思います。我々はそうした環境が極めて悪い中でひるむことなく徹底的に皆さんやろうじゃないですかね。自国の底で決闘した国民振動です。何も恐れる必要はない。今日はこうして中島君というね、素晴らしい新しい戦力も
加わってくれましたけどね、我々はそういう意味で是非一つ頑張っていこうじゃないですかね、そのように思います。なんか長い話になりましたけどね、ちょっと私もねいろんな意味で、思うところがありまして、ちょっと長くなったことを、まあ、あるんですけども、今亀井静香代表から大変に力強いそして洞察力に富むお話がありましたので、それにあるいは尽きてるかと思いますが、多少 TPP をはじめとして不足的にお話を出したいと思います。以前から私は TPP はこれは自由貿易ではなく、まさにブロック経済であると、ましてやアメリカという国が独り勝ちをする保護貿易であるということを述べてまいりました。実は日本が2009年でのですね、輸出というのはアメリカ対アメリカ合衆国に対して101億ドルでありますが、東アジア、いわゆる中国、韓国、台湾を、モンゴルを含むですね、東アジアがこれ298億ドルであります。で、東南アジア、いわゆる ASEAN へがこれが52億ドルなわけであります。で、この TPP には中国も韓国も台湾も入りませんし、ASEAN のインドネシアもフィリピンもタイも参加をしないわけでありますから、ましてや昨年の横浜 APEC の際にバラク・オバマ大統領の演説にありましたように、アメリカが5年間で所得あ輸出を倍増すると、で10億ドル輸出が増えるたびに5000人の国内の雇用が増えると、そして貿易黒字国、日本は貿易黒字国でございます、貿易黒字国はこれに参加しても自らの内需拡大を図るべきであって、輸出が増大するという夢は持つべきでないと、すなわちアメリカは輸出をするが輸入は増やさないと、それが TPP だと言ってるわけでありますから、まさにこれがアメリカ一人勝ちの保護貿易以外の何物でもないと私は思っております。その点がまさに今までの自由貿易というものをですね、推進してこられた、浜典子さんであったり榊原英介さんであったり中谷巌さんであったり野口幸男さんであったりがことごとく TPP は違うとおっしゃってるんだろうと思います。で、私どもTPP を慎重に考える会に多く加盟をしておりますが、農業の問題ではないということをですね、ぜひこれは表現に携わる方々はですね、洞察力を持ってですね、論じていただきたいと思います。まさに TPP は今のお話で輸出が増大できないということから製造業に影響を与えるということでありまして、ましてや対アメリカの自動車完成車のですね、アメリカ側が日本車に関して設けている関税率は 2.5% でありますから、対 EU に対して EU が関税者で設けているのは 10% でありますから、私たちが取り組むべき優先順位はどこにあるのかということを本来経済産業省やあるいは首相官邸がですね、認識しなくてはいけないということではないかと思います。と同時に、まさにこれはブロック経済と申しましたが排除条例でありますから、韓国も台湾も中国も参加しないどころか参加しませんかと声もかけられていないという TPP に日本が入ればですね、逆に言えば中国はですね、世界最大の貿易国であります、日本にとってもそうであります、先ほどの数値が明らかであります、アメリカに対してのその3倍が東アジアでございますから、そしてそのじゃあ中国がそれへの対抗措置として仮に EU と FTAのようなものを、あるいは EPA のようなものを結ぶということになれば、日本は高速鉄道も、あるいは、失礼しました、日本は中国に対してですね、高速鉄道でも自動車でもですね、ドイツという国と争っておりますが、このまさにドイツが中間材の供給ということで圧倒的な優位に立つということになるわけですから、そのような形を日本からこれ攻めるのではなくですね、追い組むようなことをしていいのかという点に関しても私は冷静に考えなくてはならないと思っております。
くしくも13日の日には徳島県議会でですね、41人の議員全員の総意でですね、TPP に関して反対をするという決議が可決をいたしました。でこの徳島県議会の構成というものは、徳島県選出の民主党の、内閣の知恵袋もいらっしゃるやに聞いておりますが、民主党のみならず自民党、そして日本共産党、そして公明党、そしてさらにはですね、みんなの党の議員も、所属議員もおりまして、このみんなの党の議員もですね、41人全議員の総意としてですね、彼らが41人で発議をして可決をしているわけであります。すなわちやはりこの日本のですね、家族や集落や地域というものに根ざした政治というものを感じているものとですね、机上の空論のような赤い能面クラツーラのようなですね、計画経済の上で TPP を論じているものとの違いというものが私は出ていると思います。でこの13日の日に野田佳彦首相は内閣記者会と会合を持たれたというふうに伺っておりますが、複数の方々の証言によれば、この場においてその TPP はどのようになさるのですかと、玉虫色の決着ですかと言ったのに対して、玉虫色にはならないと、それを言えば私の答えはわかるかなとおっしゃったというふうに聞いております。でこれは大変に大きな問題でありまして、原発も望む国には今後も積極的に輸出をする、あるいは消費税に関しても来年の国会で、提案をして、それで真を問うというようなご発言もされていると伺っております。といたしますと、やはり今亀井代表が平野達夫大臣のですね、その奮闘と、そしてまたその言葉のその、言葉尻という点に対して大変な懸念を示されましたが、おバカであるのは日本の国民なのではなくですね、まさにその、語弊を恐れず申し上げれば、大増税やですね、放射能や TPP という津波から逃げるのでなく、その津波にちょっと猛進をしていくようなことこそがですね、日本の国と、そして国民というものを私は滅ぼすことになるというふうに感じております。まさにそれが1年前から皆さんとご一緒に、 TPP は国をすでに開いている国の開国ではなく、至らぬ点を改める開国でもなく、この国を壊す開国だということに尽きるかと思いますので、亀井代表とともに、また皆様とともにですね、国民のために、日本のためにですね、私たち一致団結をして邁進いたしたいと思います。よろしくお願いいたします。